ベッドの上で宙を見つめる一人の青年。彼は動くことも声を出すこともできません。当時18歳の山下良介さん。あの日、人生が一変しました。マンションに直撃した電車、その地下に埋もれ絶望視された1両目から山下さんが救出されたのは事故から18時間後でした。長時間圧迫された体の組織から毒素が出るクラッシュ症候群。これを放っとけば命に関わると思いましたんで、当然その両方の足の切断も考えました。それはショックです。家帰って息子の部屋に行くとやっぱ辛いですね。ズボンとかあるし、靴とかもあるし、靴がね、もう一生いらなくなるとか。事故から1ヶ月、山下さんに少し反応が。凌介君、タイガース勝ったら嬉しい？今日は勝ちそう？甲子園行かなあかんしな。入院3ヶ月目、言葉が出たと母親から連絡が入りました。山下さんは劇的な回復を遂げていました。感覚あった話、その折るっていう形だったけど、抜くとき痛くて抜けんか、この最後の思い出が。治療は一進一退。40度を超える熱が40日間続き、再び両足切断の可能性を告げられたことも。母親は一日も欠かさず泊まり込み続けます。頑張れっていうのもね、言うのも辛いし、でも何も変わってあげるもんなら変わってあげてね、あげたいけど、そういうこともできないし、なんとか松葉杖で歩けるようになったとき、季節はもう冬になっていました。そして、行くで、吉本がちょっと。事故から10ヶ月、ついに迎えた退院の日。素直に生きててよかったっていうのもあるけど、そんなに両手挙げて喜べることではないかな。友達も一人亡くなってるし、悪い気持ちはやっぱあるかな。はい、制作室山下です。山下さんは今、伊丹市役所で働いています。周りの人に助けられた事故の経験から、人のために役立つ仕事を続けたい思いがあります。今も両足に麻痺があり、杖は手放せません。病院へも定期的に通っています。5年前から通い出したこの病院では3回の手術を経験しました。自分で上がる？上がらない。上がらない、はい、だから運動とか感覚障害があるんで、ああいう潰瘍ができて時間が経過するとね、皮膚がんになったりするんだよね。一人で生きていくことも覚悟してきましたが、人生の出会いがありました。福祉の仕事で一緒になった奈緒さん。こんな自分に
自然体で接してくれる。5年の交際を経て結婚を決めました。式を前に正直に伝えておきたい不安があります。これからその足が良くなるわけじゃないから、うん、逆に言うと悪くなることしかなくて、うん、膝痛めるとか、うん、傷口が悪化してがんになるとか、うん、将来でまた体力が落ちてくるから、うん、できることがどんどん減ってくるとは思ってて、うん、私も別に全く不安がないわけじゃないし、でもそれは考えても仕方ない心配やと思うから、うん、まあ一緒に頑張ってできたらいいかなと思う、うん、結婚式の日がやってきました。今の心境どんな感じですか？今無事うまくできるかの方が心配で、多分さすがに緊張すると思うんで、もう手と足が同時に出ないかとか。これまで支えてくれた多くの友人や家族に囲まれ、笑顔がこぼれます。お色直しで中座するとき、ちょっとしたサプライズで感謝を伝えたい人がいました。お母さん来てください。お母様お願いします。ずっと病室に寝泊まりし看病し続けてくれた母親にエスコート役をお願い。ことができると思ってなかったから、あの時は本当にもう長いあのね10ヶ月間もずっとね、もうしんどかったのは本人やけど、それ見てんのもすごい辛かったからね、はい、もう今日本当に良かったです。ご贈呈でございます。どうぞお渡しください。お父さん、お母さん、今まで大切に育ててくれてありがとう。18歳の時に、大きな事故に遭いましたけども、お二人の懸命な看病のおかげで社会に復帰でき、このような晴れ姿を披露することができました。今こうしてここに立って、笑顔でいられてるのも皆様のおかげです。僕のゆっくりの歩くペースに合わせてくださってありがとうございます。18年前に自分の人生を変えた場所、この日初めて夫婦で訪れました。どの辺まで記憶があった？どの辺まで記憶があった？記憶は多分マンションにぶつかった時ぐらいまでははっきり覚えてて、もう真っ暗やったから人の声と音ぐらいしか分からんくて、最初はこうほんまに映画の地獄絵図みたいな感じの事故とか遭難とかした時のような叫び声とか苦しい声とかいっぱいあったけど、どん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 その声が減っていくっていうのがもう分かっていって、でもそれでも全然人が来てくれなくって、で発見してもらった時に何人おるんかって聞かれた時に声の数数えたらもう4つの声しかなくって、事故があった後の18年、まあ、いろんな人に支えてもらって
いろんな出会いとの中でね、あなたがきっと乗り越えていったんやなってここに来て改めてなんか思った、うん、事故から18年、これまで多くの人に救われてきました。これからは自分が人の支えになれるように、飛ぶ力を失ってもできることはある、そう教えてくれたあの日を忘れずに。当時事故があった時は18歳だったので、まあ、そこから18年経つってことは、まあ、事故前と事故後と同じ年数が経つので、本当にもう、まあ、人生2回やってるような気持ちなんですけど、当たり前のものがなくなったということもあるので、その当たり前のものはこれからもなくならないように、この1日今っていうのを、まあ、今を生きるっていうことを思っているので、その1日の大切さっていうのをこれからも持ち続けたいなと思っています。